やたらでかい吊り橋で有名な三島からヤッホー。今日は三島から東京までのワープってどうなのってのを勝手に語ってくよ。三島というと静岡大陸も終盤に入り、そろそろぐでっとしてくる頃、18切符旅とかをねぎらう意味で東京までワープって手段が有効なのか考えていくよ。じゃあ改札へ。三島駅には30分間隔で果物号が停車する。これだけでも十分多いし早いんだけど、2時間に1本だけ光号が止まる。今回は運よく捕まえられそうなので、それでたかが6分だって。いやいや、首都圏の6分はでかいよ。そんなわけで果物号は今回は見送ることにするよ。新幹線じゃあまり見かけない島式ホーム一つだけの駅、通過線が外側にある。変わった構造をしている。静岡側の地域のせいなのか留置線のせいなのか、ともかく通過線側の線形は良いのでお通じ。さて、小玉号を見送ったらすぐ後続の光号がやってきた。 N700S 当たらない。日曜夕方上り優等種別と石化国のコンディション的には最悪だけど、逆にこれで座れれば18切符ワープ時とかの移動手段としては最高な気がする。ただ光号の自由席の数は5号車分、小玉号の10号車分よりはるかに少ない。だから主幹部1号車に一縷の望みを託すしかない気がしている。あと動画的に窓側確保したい。小玉号は結構余裕で座れそうだけど、さすが光号混んでる。なんというか座れる気がしない。空いてる。座ろう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 座った。小玉号浜松三島ワープの時とは気にならない込みよう。初めから1号車を狙う気でないと相当厳しい気がする。三島発車、熱海と小田原を通過して次の停車駅は新横浜だ。90キロ以上ノンストップで進みゆく姿はまさに光号、まさに電光石火。乗り込んだことだし、そろそろ解説に入ろう。東京三島は光号で44分、小玉号54分。料金は自由席1760円、運賃2310円。運賃については早川で分割すると200円安くなるのでおすすめ。分割切符の手法だね。だから実質3870円で同区間をワープできることになる。夜メロン、なぜか神奈美で分割してた。こんな風に乗車券分割がしやすい区間でもあるのだけど、それよりもこの区間のキーとなるのが1760円の特急券の存在。東海道新幹線の自由席は通常期の指定席料金から530円を引いた値段で、距離によって料金は変わる。例えば三島と静岡、静岡と浜松はもともと隣行きだったから特急料金はそれぞれ990円。三島と浜松のワープはこの制度をうまく使って500円くらい浮かすものだった。で、本題に入ると、三島と東京は隣行きじゃなくって、かつ 120.7km だから本来なら2530円のゾーンが適用されるはず。でもこの区間は1760円の区間が適用されるお得区間になっている。踊り子を持つ JR 東日本と新幹線を持つ JR 東海との競合かとも考えたけど、この値段設定は国鉄時代からあったっぽい。熱海にも同様の100キロ特別措置が取られていたからそうしたか、あるいは東京から伊豆地方への需要を見越してなのか。いずれにせよ、享受できるものはありがたく享受しておこう。カーブの真ん中に駅があるせいで、しぶしぶ時速200キロくらいに落とさねばならぬ熱海駅を通過。静岡の顔してるけど、熱海9割くらい関東に侵略されているだろうとか言ってはいけない。じゃあ話を元に戻して、この東京三島ワープと三島浜松ワープとなんとなく比較していこう。コスパ的には三島浜松ワープの方が少しだけお得だけど、大差はない感じかな。ちなみに東京三島静岡浜松で特急券を分割すれば超お得なのではと考えた人もいるかもだけど、絶対普通に投資で買った方がいいよ。比較の話に戻ると、東京三島、三島浜松どっちでもよくねと思うけど、東京三島ワープには結構予定の向き不向きが出るよ。まずは向いている状況、ざっくりまとめると、東京で乗り換えても問題ない場合が該当するよ。どっちにしろ東京ら辺で乗り換えても旅はスルスル終わるって場合とか、熱海での接続がおぞましいほど取れてない場合とかは有効策かも。ついでに旦那トンネルの圏外ゾーンも東京三島ワープでスルーできる。逆に向いていない状況はこんな感じ。こちらは乗り換える必要性が薄いもの、三島浜松ワープのそれよりも乗り換えが複雑かつ始発駅になりにくい点では要検討。東京駅の乗り換えは結構時間を食われるから、そこが結構左右する点かも。上の東京ラインをそのまま突っ切る場合なんかはとりわけ向いていないよ。あと純粋に座席に人権が欲しいって場合は、上の東京ライン備え付けのグリーン車を使おう。人権にしては安いから。まとめるとこんな感じ。最近静岡地区もロングシート天国から脱却したから、ワープする場合はいろいろ考えながらじっくり考えてこう。ちなみに一番節約できる方法はそもそもワープしないことだよ。でも個人的には乗り換えの落差と汎用性から
三島浜松が最強と思う。特に難しいこと考えなくていいし、敷き具合から判断してもそうだし、特に東京三島の光号は着席はほとんど賭けみたいな感じになるから注意だね。御殿場線をまたいで小田原厚木道路と並んだところで、切符の話はそろそろここまで。新横浜と小田原は東海道新幹線の中では京都と新大阪に次いで行き間距離が長く、 51.2km もあって、東京三島ワープのうち4割以上を占める。この50キロ以上をノンストップで突き進むのは何とも言えない爽快感があるね。だけどこの行き間距離に待ったをかける存在もあるもので、それが倉見新駅の構想。だいたいこの駅間の中間、ちょうど相模線の倉見駅付近だね。この話が終わりに差し掛かるくらいで、画面にもそこっぽい場所が映るかも。で、開業するとどんなメリットがあるかというと、まずは交通の利便性だね。一度新横浜や小田原とかの神奈川県の新幹線駅まで行き着く手間も省ける点では、相模線沿線住民にとって名古屋や東京が近くなるのは良い点なんじゃないかな。東京だったら茅ヶ崎で乗り換えれば一発だって。まあまあ、あとは産業とかの活性化も該当するね。これは三河安城を見ればわかるかな。というか都心との近さから考えるに、もろ三河安城的な栄え方をするかもしれないね。知名度に関しても挙げられているけど、三河安城的な栄え方から察しがつくかも。ストレートには言わないけど、悪い方向に傾かないことを祈るよ。デメリットは新幹線が遅くなることかもだけど、 JR 東海は新駅はリニア開業後、東海道新幹線のダイヤに余裕が生まれればありえると言ってて、ダイヤに余裕がある分待機時間のタイムロスは大きくはないかも。ちなみにこの相模川を渡った先、圏央道の下あたりに倉見駅があるよ。圏央道直下、用地問題などいろいろ課題はありそうだけど、勝つならこの辺だ。ちなみに特急料金だけど、特定特急料金はもともと隣駅でも適用されるから、新横浜と小田原の間の特急料金が変わらないのはもちろん、それを受けて三島の特急料金も変わることはないかもしれないかな。熱海も三島も観光資源の分、下手に出ると JR 東日本に客を奪われる気がするし。さて、小田急江ノ島線もまたいで横浜市に入ったほどなくして、これまた倉見駅までの延伸計画もある相鉄泉の線をまたぐ。もし2030年度予定の倉見延伸が実現して新駅もできたら、倉見はターミナル駅になるかも。まだ随分先だとは思うから、気長にじっくり長い目で見とこう。そして相鉄本線の西や羽沢横浜国大の西ら辺にある駅をまたげば、もうすぐ新横浜だ。ちなみにワープ的には新横浜から横浜線八高線経由で高崎に抜けるルートもなくはないけど、時間はかかるし本数は少ないし、運賃も言うほどは節約できないので、どうしても八高線に乗りたい場合以外はおすすめできないかも。普通に高崎方面に行くなら東京から素直に上の東京ラインを使おう。北側はさすがの境ようだね。60年で田んぼからここまで発展したのはすごい。南側は北側と比べると全然栄えてないけど、そもそも横浜が坂が多めで開拓が難しいから、純粋に北側はすごいすごい。相変わらずの混雑のまま列車は品川へ。これは18切符関係ないけど、東京と新横浜の間は利便性が高い。1時間20本だか20本だかそのくらいのバレットトレーンがボコスカ走る。そのおかげで日産スタジアムとか横浜アリーナとか新横浜ラーメン博物館とか、ビジホのみならずいろいろな施設へのアクセス性が良くなっている新横浜。新幹線効果は侮れないものがあるね。列車はちょうど武蔵小杉のカーブしている区間へ。武蔵小杉付近の駅事情は少々ややっこしくて、南武線の前身南武鉄道が1927年今の武蔵小杉駅のところにグラウンド前停留所を建てた。そして東京横浜電鉄今の東急が1939年工場建設の需要を見かねて工業都市駅を設置。この工業都市駅はグラウンド前停留所の 200m ほど南側にあった。ほんで南部鉄道が国鉄の支柱に収まった後、グラウンド前停留所は武蔵小杉駅へ昇格。その後東京急行電鉄に名前変わった東急は乗り換えだるくね。ってことで東急側も
武蔵小杉駅を仮状態で改良させた。それから数年後、東急は工業都市と武蔵小杉を統合させる形で新しい武蔵小杉駅を改良。これで大体今と同じ感じになったよ。開発、乗り換えの面倒くささとかを理由に駅が変わっていったのは面白いね。あ、今も面倒いだろって。もうすぐ品川、18切符旅的に品川で降りる方が帰りやすい場合はここで降りてもいいかもね。意地でも東京駅で迷子になりたくないって時はここで乗り換える手もありだけど。E217系、めっきり減った気がする。まもなく終点東京です。中央線、山手線、はい、以上、三島東京ワープだったよ。三島浜松ワープが最有力ではあるけど、東京三島もとってもコスパがいいから、時間、ルート、お財布と相談してぜひ選択肢の一つとして考えてみてね。じゃあ、またね。